さんこんにちは。平成29年1回目の WebTV アソプラスです。さて皆さんは今年どんなお正月を過ごされましたか？元日は全国的にお天気もよく各地で初日の出が見られましたが、ここ阿蘇市の初日の出は特別でした。こちらご覧ください。なんと2年連続で初日の出に雲海が発生し、こちら大観望はたくさんの人でにぎわっていました。ものすごく寒くて早起きもつらかったんですが、雲海付きの初日の出を拝むことができて、その辛さも報われたといいますか、本当に幻想的で綺麗な初日の出を拝むことができました。今年も WebTV 阿蘇では阿蘇市のさまざまな話題を皆さんにお届けしていこうと思っていますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。 WebTV 阿蘇プラス。続いて観光情報です。阿蘇の冬はとても寒いですが、その分綺麗なのが星空です。これから3月にかけて阿蘇温泉観光旅館協同組合では、冬のスターウォッチングと題して星空鑑賞ツアーを実施しています。これは旅館組合加盟の施設にお泊まりのお客様限定のツアーなんですが、無料です。宿泊施設まで直接お迎えに行き、しかもガイドがついていますよ。澄み切った冬の星空と阿蘇谷の夜景が一望できます。夜7時半から9時半ごろまでの2時間のツアーとなっています。阿蘇市にお泊まりの際はぜひこのツアーに参加されてみてはいかがでしょうか。当日の夕方4時まで予約を受け付けていて、予約窓口は旅館組合加盟の各施設になりますので、宿泊のご予約の際にお尋ねください。お天気によっては中止になる場合もあります。また鑑賞時間は30分程度ということで、どうぞ暖かい服装でご参加ください。冬のスターウォッチング、詳しくは阿蘇温泉観光旅館協同組合までお問い合わせください。ではここで阿蘇もからのお知らせです。もうすぐバレンタインデーですね。今年はどんな贈り物を考えていますか？現在阿蘇もでは阿蘇もバレンタイン企画を実施しています。今回阿蘇も登録店舗の人気スイーツが期間限定のオリジナル商品として新しく加わりました。こちらのバレンタインケーキはチョコレートとイチゴ、そして専用のラッピングケースがセットになっていて、1つのご注文で5個作ることができます。というのも、このセットを購入して自分でイチゴを乗っけたり、こうラッピングをするひと手間をかけることで、他の方とは違ったちょっと手作り感のあふれる、チョコケーキを送ることができます。私なんかはスイーツを作るのがちょっと苦手なので、ここまで用意してもらっていると楽かなという、そんなおすすめの商品です。その他にもバレンタインらしくハート型のパウンドケーキや、この時期限定のおしゃれな容器に入った商品、また普段からの人気商品などを可愛らしくラッピングしてお届けします。友チョコ、義理チョコ、本命チョコ、いろいろチョコレートの種類ありますが、ぜひアソモのバレンタイン商品を送ってください。なお、このバレンタイン企画は2月8日までの期間限定で、商品ごとに発送などが違うことと、またご注文の際は発送日をしていた、ご指定いただくことになっていますので、ご注意ください。さあ、そのアソモでは、これから2月3月の企画としてアソの陶器も現在準備中です。阿蘇市には個性的な窯元がたくさんあります。その中からえりすぐりの商品を、期間限定でアソモで販売いたします。どれも素敵な商品ばかりですので、ぜひアソモのホームページご覧ください。アソモのバレンタイン企画と、そして現在準備中のアソの陶器の企画についてご紹介しました。さて皆さん、阿蘇市の公式インスタグラムが始まったのをご存知ですか？地元にお住まいの方も
ふるさと阿蘇を離れて生活している方も、そして阿蘇が大好きな方もぜひフォローしていただいて、阿蘇の今とつながりましょう。タグ付けされた写真の一部は阿蘇市のホームページで公開予定で、皆さんと一緒に写真ギャラリーができたらと思っています。アカウントは ASOSTAGRAM アットマーク阿蘇スタグラムで、あなたが撮った阿蘇市の風景や名物の写真にハッシュタグ MY_ASO マイ阿蘇とつけて阿蘇の魅力を拡散してください。また1年を通してフォトコンテストを開催しています。第1回の締め切りが2月28日までで、テーマは冬の阿蘇です。素敵な豪華入選商品もご用意しておりますので、ぜひご応募ください。詳しくは阿蘇市のホームページなどをご覧ください。それではまた次回の WebTV 阿蘇プラスでお会いしましょう。さようなら。